すごい未来というお話です。未来は向こうからやってきます。あなたが望んでも望まなくても、あなたが何も決めずにただ漠然と毎日を生きていれば、今の延長線上にある普通の未来しかやってこないでしょう。あなたにとってのありえないすごい未来、最高の未来とは具体的にはどんなものでしょうか。今のあなたに想像がつきますか。大好きなことを仕事とし、豊かな収入があり、仲の良い家族と気の合う仲間に囲まれ、好きなところに住んでいる、そんな人生があなたにとって最高でしょうか。そうだとしたら、その仕事とは一体何でしょう。収入はどれくらいあればいいでしょう。住む場所は今のところでいいのでしょうか。それとも外国でしょうか。どんな人と結婚したいでしょう。もしくは結婚せずに、どんなパートナーシップを結びたいと思っていますか。あなたが望む最高の未来を詳細に思い描いてください。その未来像が具体的であればあるほど、その未来は確実に現実化します。なぜなら、望む未来を決めた瞬間、そこに続く道筋が見えてくるからです。その道筋は、過去と現在の先にはないから見えないのです。例えば、サラリーマンを20年頑張ってきましたという人が、いきなり起業して成功できるかというとできません。なぜなら、その道筋の先には定年退職し、普通の老後を過ごすという未来が続いているので、まず辞めることが難しいからです。専業主婦でパートを続けてきた人が、子供の手が離れたからといって、いきなりプロのクリエイターにはなれません。理由は同様。過去が現在を作り、現在が未来を作るという生き方をしてきた人には、全く違うありえないすごい未来は用意されていないのです。もちろん本人が本気で決めたらできるのですが、自分にできるはずがないよねと思っていると、それが難しくなるのです。ありえないすごい未来を生きようと思ったら、1、ありえないすごい未来を詳細に思い描くこと。2、その未来を見てそこに向かって走り出すこと。この2つが必要です。すると、ありえないすごい未来と自分との間にエネルギー的なつながりが起こり、自然にその未来へ引っ張られていくのです。それは、今は不思議なプロセスですが、いずれ科学的にも解明されるでしょう。人は自分の意識する方向に向かっていくのです。未来を描くことで、どんどん夢は実現する。本田健著、長岡書店より。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいね、をいただきますと、今後の励みになります。